75K77.78 大阪市交通局型密着連結器を装着する側のつま面を向かい合わせにして連結している。こちらのつま面に識別用として水色の帯が入れられていることに注意。近鉄元51系電車は近畿日本鉄道が製造した事業用電車の一形式である。改板や改造を経て元75型として2両が現存する。 1969年9月21日に実施された奈良、柏原、京都線の河川電圧昇圧工事に際し、従来これらの各線で使用されていた無害電動貨車の元5 0系5 1から55、元6 0系6 1元7 0系7 1の各形式は、機器、車体ともに老朽化が、著しく、また元50型はそもそも機器が、 小圧工事に耐えられなかったこともあって、同日付で旧車の後で全車廃車となった。しかし、無害電動貨車には交換用レールの輸送など、補正用としての需要があったことから、これらに代わる車両の製造が求められた。そこで、やはり小圧に伴い廃車となったも430、型も449.451から453。 の4両の転送品や台車と車席を流用し、機器を直流 1500V 対応に改造した上で、新設計の車体に搭載した元51から54の4両が同年に近畿車両で製造された。これらは以下の2種に区分される。主制御機と皮脂枠パンタグラフを搭載しならよりに、運転台を備える、変運転台式の制御電動化車。 電動発電機や空気圧縮機を搭載し、上本町よりに運転台を備える、変運転台式の制御電動化車。これらは元51元52、元53元54、と、奇数番号車と、偶数番号車を、背中合わせに、永久連結し、偶数番号車に、電動発電機や空気圧縮機を、集約搭載、さらに奇数番号車に搭載した、主制御機一機で、 空数番号車を含む2両分8機の主電動機を一括制御する 1C8M 制御としているため、1両ずつに分割して使用することができない構造である。一旦に全溶接構造の乗務員室を設置する平床構造の全金属製車体を備える。柏原線の建築限界拡大以前の設計である。 ことから全長 18,720mm、最大幅 2,590mm とならせん、中型車に近い寸法となっている。乗務員室は、運転台、側妻面を、霧り妻の2枚窓構成とするなど、先行するもと2,720型に、類似の設計を採用しているが、約10年の設計時期の差を半。車体は、大枠上に、 その幅からはみ出すようにして搭載されており、また大枠にはトラス棒が設置されていない。なお、乗務員室は元51.53のものについて、奥行きを長くして一段加工式の側窓3枚を備える天井作業員室を設置し、屋根上に東洋電気製造 PT-42、皮脂枠パンタグラフを搭載する。これに対し、元52.54は、 乗務員室部が短く、コンパクトにまとめられており、パンタグラフは搭載されていない。そのため、奇数番号車と偶数番号車で、天井作業員室の分だけ、積載最大荷重に差があり、元51.53が13トン、元52.54が15トンとなっている。荷台部分には、背の低い構成アオリドが設置されており、元51.52は、 電動クレーンを荷台に設置している。前日の通り、主に昇圧工事の実施で廃車となった旧奈良電機、鉄道デハーボ線系であるも430系449.451から453の発生品を流用している。端子電圧 500V 時定格出力 75kW、定格回転数 757RPM の 東洋電気製造 TDK-520S を、吊り掛け式で、拡大車に2機ずつ、計4機増加する。奈良線全域で運用することから、そもそも即発電ブレーキの搭載が求められ、600系の省圧改造工事で用意されたのと、共通の三菱電機、ABF 電動カム軸制御機を搭載する。制御機によるそもそも速電性とともに、 英サベ弁による、甘自動空気ブレーキを搭載する。ボールドウィン A 型に由来する、住友成功八8 4 a 3 4 b c 3釣り合い両式台車を装着する。7020系をご移動研修車庫へ改装するのに、原因貨車として使用される元75系なら、柏京都の各線で使用する、保線用車両として、 申請以来2両1組でレール運搬などに使用された。1971年には以下の通り階版が実施された。また、主電動機が老朽化したことや保守の都合などから1970年代中盤に台車と主電動機を600系からの廃車発生品である住友金属工業経営 S-33L と 三菱電機メガバイト -213AF へ交換されている。1985年には廃車となったも1470系の機器を流用して高性能車化が図られ、これに伴い台車は主流連式の近畿車用 KD-36、主電動機は WN ドライブ対応の三菱電機メガバイト -3028A に交換された。 もっともブレーキについては基礎ブレーキ装置が台車シリンダー式となったために中継弁併用とされたものの弁装置そのものは従来通りの営動差弁によるアマ・ RL 自動空気ブレーキが引き続き搭載された元75.76は名古屋線へ転属したものの1991年に廃車となり元77.78が 最大寺検索配置のレール運搬用として残される。だが、1998年に、それまで、近鉄東大阪線、東大阪専用7000系を車両検査のために、東花園検索東駒車庫から大和最大寺、柏原神宮前を経由して、五移動研修車庫まで改装、返却する際に建員用として使用されてきた、が、 老朽化し廃車となったため、元77.78を大改装して、これの代替に当てることとなった。この転用に伴う主な改造点は以下の通り。これにより、元77.78は流用部品が大半を占めるとはいえ、ほとんどの部品を交換し車体にも大きく手を入れるという心臓に近い大改造が実施され、車体の長い元 90K97.98 に、 匹敵する強力電動化車となった。また、外観は、元77と元78で、大阪市交通局型密着連結器の装着位置が反対である以外は、ほぼ完全に同一形状となった。なお、7000.7020系の改装の際には、以下のようにこれら2両の電気連結器付き回り子式、密着連結器が編成の外側に出るように蘇生し、 7000.7020、計6両編成を3両ずつに分割して挟み込み、牽引力を確保するために、荷台に主従となるブロックを複数積載した状態で運転される。以上のような経緯を経て、元75.76は廃車となったが、元77.78の2両は減損し、電気的な規格が異なるために、なら、 柏、原大阪の各線を自力走行できない7000.7020、系のご移動研修車庫での定期検査に格別からざる、車両として運用されている。なお、元77.78は、機器、車体ともにすでに元の姿を全く留めていないが、出幅の形式称号を冠したなら電気、鉄道引き継ぎ車の車席を継承する、現存最後の車両である。 2019年4月1日現在の配置検索は最大次検索。ありがとうございます。